皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデスストランディング遊んでいきましょう。さあ前回ですね、大統領の遺体を焼却するも周囲を BT によって取り囲まれてしまったサム。ただそんな状況下で頼りになりそうなのが廃棄予定の BB でした。で今日はですね、この子と一緒に脱出かな。え、これどこに行くのっていうか、なんかそっちっぽいな。ファイナル結晶、あとね、そこになんかあるわ。結晶欲しいね。あ、そっちね、目的地。で、あっちにはしごかなんかあって、ロープか。これ、多分これ避けていけってこと？こういう風に。まずしゃがんで、これそっちね、もう完全に熱いもんな。壁というか、ただの結晶が欲しい。息止め、よし、R1、ホールド。息を止めて移動する。あとね。よし。どうかな？あ、これそこもいるんだ。あのね、そこの結晶欲しい。まあいいや。今いいや。ちょっと来ないで、こっち。前方、あ、いますね。普通にいるわ。マジかこれ。敵の挙動一応知っておきたいんだけど、まあ普通に行ってみようか。行き止め。これを何？こう行けってこと？まずい。なんかブルったな。あ、これ何？発見状態ってこと？あ、っぽいですね。こうなってしまうとまずいのか。振りほどく。連打して、で、踏ん張る。さらに。あ、ね、BB がすごい泣いてんのこれ。そう、ストレス。あ、でこれで死亡かな。いや、なんかね、巨大なクリーチャー来た。イルカか。あー、周辺がタールの海。これどうする？登って移動するか。こういう風に。なんだこれ、どう突破する？こっち。どうかな。ね、収まってないですね、全然。逃げろってことか、こうなったら。いいだろう、アイロンウィーユ。逃げます。で、随時備えて。こういう感じかな。さあ、ロープ。よし。ロープ。おし。これで過ぎ去ったのか。いいね。よし、連打して。めっちゃ連打する。で、水筒もしくは休憩ね。これでスタミナを回復させよう。おし。あそこでひでえな。ただ、結晶欲しいね。あれ、取れんのかな。今から行って取れんのか。他にこれ結晶ないもんな。ちょっとこれすいません、行ってみていい？せっかくだから。もういないかな。晴れてるね。待って、おじいちゃん。登って、登って、そう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 。そうです。さあ、これで、水筒ね。これ選んで、あとね、モンスターエナジー、あれあるわ。水筒あるよ。これで、選んでどうすんだよ。待って、選んでどうすんだよ。特に使うってやるがないよ。ね。丸ボタンか。よし。今ね、水筒ってかモンスターエナジーね。これですね。あ、これは入ってんのか。水筒に。なるほど。さて、一旦トンズラコイン行って、再び戻る。物資のため。これは？取得する。あ、これまだできないの、もしかして。あ、ですね、専用の装置か。あら、まあ、持ってないの。これこそなんか背中に積みなさいよ。これだろ。ないわ。マジか。伝説の配達人見逃すのか。まあ、となったら帰るしかないか、普通に。とそこにクマムシ。これあの、キュッといきそうで怖い。そう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 。
で、再び掴んで、あそこまで。ケルベ。おうちケルベ。足跡だらけ。本作のやっぱりこの字幕の小ささか。字幕っていうか画面表示。これは本当になんとかしてほしいわ。どう考えても小さすぎる。もうちょいかな。ここら辺まで行って、よし。OK です。これで帰ろうか。待ってね。危ないんで。でも意外と爆走していけんな。よし。クマムシ、あそっか。よし、踏ん張る。踏ん張りながらこう加速して。あ、これすごいな。気持ちいいわ。自転車乗った小学生みたい。下りの。で、この道ずっと戻って、あそこだよね。合ってるよね。あ、ですね。よし。他に、ないもんね。決勝終わって、橋終わって、よし、なんもね。じゃあそこに行きましょう。マーカーつける。どうかな。よし。で、この川。これは大丈夫ね。比較的浅い。そう、このサム。あれなんだよね。伝説の配達に。なんか実績あんのかな?で、水筒。補充ができる。でもこれモンスターエナジー入ってんだな。あれ?なくなってない?水筒。あるわ。すいません。あった。嘘ついた。レベル1。ただ今んとここれ入ってんだよね。多分これ補充ができないかな。前に出せ。そうだ。どう?特にメニューが出ませんね。あ、出たわ。今溜まってんの。左下。これわかるかな?よし、700。こうやって溜めるんだね。これモンスターエナジーどうなってんの?薄まってんじゃない?ねえ、なんか薄いカルピスみたいな。よし。こんなんでいいんか?モンスターエナジー、どうなったの?エナジー飲む。あ、でもなってるね。モンスターエナジー。これもまだよくわかんないな。どんなに薄まってもモンスターエナジーなのか。秘伝のタレみたいな。で、クマムシ。待て。クマムシを、俺行っちゃったじゃん、もう。これ感性がこう働くんでね。ピタッと止まれないんだ。まあ、いいか。無益な摂取はやめよう。おいで。ここよりはまあそっちかな。どっちかっていうとね。よし。さあ、ここはずーっと爆走かな。今んとこマラソンとムービーばっかり。良くも悪くも。喉が渇いてきた。さっき飲んだじゃん。嘘でしょ?さっき飲んだよね。しかもスタミナまだ割とあるよ。喉乾いたの?本当に?じゃあせっかくだからまあ飲んどくか。これで、飲むの?お飲みなさい。よし。で、再出発。あとね、サム。だからサムの老廃物とか、あとおしっこか。っていうのが敵のダメージになるらしいんですね。今で多分あるかな。おしっこ。右キーで、あ、これか。排尿。167ml。L2 で構えて排尿する。ほうほうほう。これ溜めとこうかな。いや、でもすごいね。おしっこぶっかけて、撃退するゲーム。今までなかなかなくない?そんな作品。で、これバリケードね。おーし、帰ってきたぞ。ソロモンよ。私は帰ってきた。こっち。すいません、あんまり詳しくないのに、名台詞を引用してしまった。いや、俺相変わらず迎えおらんな。作るのが面倒だったのか。よし。さあ、死体燃やして、次これどうすんの?何すんだろう?サム、まずは配送センターへ戻れ。了解。位置はコンパスが示している。今の着信音、あれですね。ロンドン橋。アメリの。あれもなんか意味深なんだよな。
なんでロンドン橋なのか。なんかね、人柱っていう話なんですよね。噂というか、都市伝説。人が埋まってるっていう。ここまで持ったのが奇跡だ。あんたのようなドゥームスが BB を装備するとお互いの感情や記憶がハウリングを起こす。恐怖心やストレスが増幅され、 BB もドゥームスもこっちに戻ってこられない危険性がある。残念だが、やはり限界を超えていたんだ。処分するしかないだろう。サム、身支度を済ませたら大統領執務室に来てくれ。話がある。ミッションクリア。これちょっとあれかな、ランク低いかな。転んだしね。あ、でも S ランクだ。やったね。よし。で、トロフィーゲット。アメリカを再建して。大統領の望みか。サム、大丈夫か。ドゥームスが BB をつなぐなんて考えもしなかった。シャワーを浴びてきたらどうだ。カイラル物質の汚染がひどい。これから大統領に会うんだぞ。なんだと。大統領はもういない。怒ってるのか。ビビーの焼却を頼んだから。甘く見るな。お前らの便利屋じゃない。どっちにしろこいつはあんたに救われたな。違う、こいつが俺たちを救ったんだ。命の恩人のお世話は任せろ。じゃあ大統領によろしくな。そろそろ帰る時間よ、サム。はい、ドリームキャッチャーよ。眠れない時につけて、私が悪夢から守ってあげる。私とあなたはいつもつながっている。ブリッジズのメンバーしか使えないプライベートルームを用意した。ありがとう。
シャワーを浴びてカイラル物質を落としたら大統領執務室に来てくれ。カイラル物質、多分の BT のあれか。こういうね、黒いやつね。デモのタスク、シャワーを浴びろ。端末起動する。モンスターエナジー。エナドリ。飲む。と、フィギュアね。あ、これなんか嫌だな。ね、この緑フィギュア。これ実際ありますね。兵隊のやつ。ただそれのデスストランディングバージョン。まずそれ、エナドリかな。あるんですね、近未来。モンスターが。よし。今これって何、本数減ったの？どうかな。モンスターに一番自分好きなの白色かな。白色のやつ、あれは本当に美味しい。で、次フィギュア。え、こんだけ？多分これもコレクション要素かな。今んとここれだけね。戻る。もし他にないかな。洗面台とシャワー、あとねトイレ。正代建設中、すごいな。あと武器だな。装備ね。ビビを見る。じゃあそうね、洗面台一応見とこう。さらに撮影するなんだこれえ、これどうしろっていうのこれ。あとは、あ、これも撮っていけるんだ。しかもこの鏡の中からね。で、次もう一回ぐらいね。あ、これすごいね。連射もできるわ。取ってやめて、取ってやめて。ノーマン好きの方にはたまらない機能。よし。じゃあ、綺麗にしようか。シャワー浴びよう。そっち。プライバシーもないのか。いや、あるよ。シャワーを浴びている間とトイレで排泄中だけには。シャワーは浴びてくれたようだな。さあ、大統領執務室に来てくれ。彼女がお待ちだ。任務は完了だ、サム。ありがとう。大統領は帰らぬ人となってしまったが、その意思は灰になったわけではない。サム、よく聞いてくれ。アメリカも、その再建計画も、まだ生きている。冗談はよせ。さあ、我々の新しい希望、新しいアメリカだ。母は言ってしまった。だけど私がいる。そしてあなた、サムも来てくれた。彼女とも10年ぶりだったな。もっとも彼女は10年前と何も変わらないが。ええ、そうね。私の体はビーチにある。だから年を取ることはない。あなたはいい年の。
取り方をしたようね。君は本気でこの世をつなごうと考えてるのか。誰かがつながなければならない。いや、誰かがブリジットの後を継いでアメリカを再建しなくてはならない。サマンサ・アメリカ・ストランド、新たな大統領だ。孤立した都市と都市をつなぎ直す。アメリを大統領に迎えた上で、我々は新たなアメリカ都市連合を作る。そしてこのアメリカを再建する。そのために君の力を借りたい。俺はあんたたちとはもうつながってない。ブリジットとも別れを済ませた。あなたを忘れたことはなかった。つながりを切ったのはあなたの方よ。アメリはブリッジズ第一次遠征隊を組織して大陸を横断した。私たちはクレーターや座礁地帯を迂回しながら残された人々を探した。アメリには奴らがはっきりと見えるからな。私たちの都市連合に加入意思がある都市にはスタッフを残していった。私たちは3年かけてエッジノットシティにたどり着いた。西海岸まで。まさか。本当だ。北米大陸を横断。だが遠征隊は全滅。アメリは閉じ込められた。バカな。都市から出られないけど身柄は拘束されていない。だからこうしてあなたたちと話すこともできる。通信装置を使って。エッジノットシティの独立自治を要求し、彼らはアメリを統治下に置いた。彼らは都市連合への加盟を拒否。アメリはその交換条件における人質だ。その彼らとは。彼らは分離過激派の武装集団だ。都市を統治している。人を殺し、ボイドアウトを起こして都市をクレーターに変える狂気のテロリスト集団。そうだ。あらゆる手段を講じてボイドアウトテロを画策している厄介な連中だ。まさかあの自殺者も奴らの仕業かもしれん。大陸の至る所にディメンスはいる。いや、潜んでいる。彼らは思想の一種だ。彼らは何者かに統率された一組織ではない。それがアメリカ再建を阻害する理由でもある。再び都市連合を作らなければ人類は滅びてしまう。私はブリジットのメッセージを運び、都市と人々に呼びかけた。でも全ての人が受け入れてくれたわけじゃない。つながらず孤立したまま生きていける、そう主張する人間もいる。彼らやサム、君のように。アメリカ再建は彼らにとって束縛でしかない。つながりは義務を要求し、個人の自由を奪う鎖だと主張している。これも束縛だろう。テロリストと変わりない。お前らもある種のカルトだ。違うわサム、それは私たちをつなぐ象徴。今の私たちに必要なのは孤立じゃなくてつながること、そして結び目を作ることよ。サム、北米大陸をもう一度つなぎ直してくれ。アメリカ残していったスタッフがカイラル通信用の設備を整えている。しかしそれは点でしかない。その点と点をつなげて線にしてほしい。それらの軌道にはこのキューピッドが必要だ。ここにカイラル通信を可能にするセキュリティと運営コードの全てが入っている。
キューピッドと必要なものを届け、この分断された大陸をつないでほしい。そしてエッジノットシティに閉じ込められたアメリを連れ帰ってくれ。母の意志を継ぎ、私が大統領に就任する。この国を救うために。それがブリジットの意志であり、未来を作ることになる。サム、お願い、あなたが必要なの。俺はサム・ポーター・ブリッジス、ストランド家の人間じゃない。ブリッジスからも放り出された。もう誰ともつながるつもりはない。待って。ほら、俺たちはつながってない、昔も今も。サム、サム！サム、サム！待て、いいか、アメリカを再建するには君たちが必要だ。ネットが世界を覆い尽くしても争いは絶えなかった。無理やり世界をつないでもまたほころびが生まれる。同じことを繰り返すだけだ。こんなもので誰もが簡単につながるわけはない。分かった、落ち着けサム、そう焦るな。分かった、返事はよく考えてからでいい。少し休んだらどうだ。ああそうだサム、睡眠も必要だ。そのまま放っておくとあんたもあの世とつながってしまうぞ。必要なメンテナンスは完了した。あんたとのチューニングも調整を済ませた。まだ使える。ドゥームスと BB の相性がいいのは珍しいことだ。どうやらサム、こいつとだけはつながっているらしいな。サム、サム、あなたはサム・ストランド。いや、もうサム・ストランドじゃない。今はサム・ポーター・ブリッジス。ストランドには3つの意味がある。1つ目は絆のこと、そして2つ目は座礁という意味、最後の1つは途方に暮れる。私は今西海岸で座礁したまま途方に暮れているの。だけど、あなたとの絆は今もつながったまま。あなたは自由よ。だけどつながってる。それを否定しないで。
サム、おはようございます。ややしな、アメリー。ダイハードマンだ。ダイハードマンも。長いこと寝ていたな。よほど疲れていたんだろう。このプライベートルームでは、シャワーやトイレ、装備品のチェックやメンテナンス、情報の閲覧など、様々なことができる。詳しい説明はそれぞれのスタッフがする。どうだ。自分で試してみてくれ。現在のブリッジズを知ってほしい。さあ次のタスク、配送準備を整えろ。まずあれかな、端末を起動する。その端末画面でブリッジーズが管理している様々なデータを閲覧することができる。君の権限の範囲内ではあるが、情報収集に役立ててくれ。で今ここね、東海岸でずっと行って西海岸か。文字通り横断する。これどんぐらい広いんだろう。でですね、特に動かしていけませんね。待ってね。なんだろう、これ何？オーダー、データアーカイブ、ミュージックプレイヤーとシステム。これぐらいかな？ですね。メニューしかない。行ったんや。さあ、となるとやっぱスーツかな？気になるの。ね。BB を見る。と、装備品。武器だな。まず武器かな。これが見たい。はじめましてじゃないわね。配送に関するオペレーションとメカニック全般のことは私が担当している。ワークネームはママ。改めてよろしくね。それはストランドと呼ばれている。梱包用だけどそれだけじゃない。それはあなた自身の ID も兼ねているの。よく見て。より糸にはあなたの血が染み込ませてあるわ。いいね、なんかリングみたい。で次、拡大。これは？あ、これあれか、なんかスーツごとにね、兵装変わってるってわけじゃないんだ。色違い。じゃあこれかな、オレンジ。これ欲しいんですけど。え、どうしたらいいのこれ。欲しいんですけど。いや、できないか。見て終わり？で、それと、そっち、装備品。スーツは帰らぬ物質を洗浄して、ここで管理される。オレンジは死体処理班、青は配達人、赤は医療スタッフ、そして黒は戦闘員用だ。なるほど。で、色の変更ね。さあ、ここで、まずサングラス。あ、これしかできないんだ。今は。これどうしようかな。スノーホワイト、オレンジ。白かな。で、レンズ。クリアもしかブラック。これブラックでいいよ。で、決定する。で、それと BB かな。そう。サム、デッドマンだ。事前に調べたあんたのデータをもとに、BB のチューニングはしておいた。だがあくまでも理論値だ。あとは実地で様子を見させてくれ。 BB の感度やお互いのつながりを調整しよう。チューニングって作業があるんだ。あとね、四角ボタン BB を増やす。やってみよう。元気か。かわいいね。でもさ、これさすがに殺処分無理だよ。なんか愛着湧くもんな。嬉しそうにしている。よしよし。どうかな、これで終わり。一応一通りやって、あとね、トイレ小大。じゃあ大しようか。小はどこでもできるもんね。サム、私はハートマンだ。ビーチのことをはじめとしてデスストランディングについて研究を続けている。ドゥームスや機関車も研究の対象だ。
君が排泄することによって体内のカイラル物質はある程度除去される。カイラル物質は人間のホルモン分泌や神経系に影響を与え、その結果カイラル汚染と呼ばれる症状を引き起こすことになる。恐怖症の原因にもなり、自殺衝動や破壊衝動にも及ぶ。君も知っているだろう、我々ドゥームスもカイラル汚染の症例の一つなんだ。その研究のために君の排泄物を採取する。もちろん主な目的はカイラル物質の含有量チェックをはじめとした君の体調管理だ。今のがハートマン、大塚宝中さんね。まだ姿は出てきてない。で、これで出ていくんだ。他もう大丈夫かな。フィギュア見たし。じゃあ出ようか。どうだ、手を貸してくれるか。カイラル物質を使ってる。身につけられるのはドゥームスだけだ。これで世界をつないでくれ。世界を再び一つにしてくれ。俺は運び屋だ。都市をつなげることに興味はない。結び目を作るのはあくまでもアメリを助けるついでだ。ああ、